いいね。作ったでしょ。本当だ。作ったったって。コンテナに縛り付けてるだけじゃん。本当だ。熱源ね、それがね。あ、これ一軒もんの箱作って、うん、バンバン温めたんですよ。うん、でこれ2個入れとるだけで、うん、もう3月頃。げ。まあ暖く間に80度ぐらい上がったでしょ。あ、そう。かあ、すごいね。安上がりなブースができるね。温調ブース、もう風穴が開いてる温調器だね。温調ボックスでね、この前作ったやつなんかで。いや、これ今日新たに作ったの。あ、そうなん。だって見て、え、あの温調ボックスね。あ、いや、金ないと思って組みはあるんやけどさ。うん、わかるよ。自作のドライヤーで、熱伝導の温度計はあるん？あるよ。じゃあ温度も測れるんだ。測れます。すごい。温調ボックス生半可じゃないだろ。高い機械買うばっかりがノーじゃねえだろ。笑っちゃうよね。トタンを溶けないように。うん。すげえよ。あ、そう。ジェットヒーターじゃねえ、効くね。ジェットヒーターはちょっと加熱しすぎやね。ああ、社長が持っとったあのこたつ。はい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 。こたつの方がマイルドだよね。あそこあるじゃないですか。あ、本当だ。社長のこたつ。本当だ。家に肉確保してますから。本当だ。あらー、これをね、中に肉入れるんですよ。うん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 。で、本当だ本当だ。高さはその、あと乾かすシナモンの高さに合わせて、うん、あ、ちょっとつける。あ、それ熱源なんだ。うん、からいいね。作ったでしょ。本当だ。作ったったって。コンテナに縛りつけてるだけじゃん。本当だ。熱源ね、それがね。あ、これ一軒もんの箱作って、うん、バンバン温めたんですよ。うん、でこれ2個入れとるだけで、うん、もう3月頃。げえ。まあ暖く間に80度ぐらい上がったでしょ。あ、そう。かあ、すごいね。安上がりなブースができるね。うん、温調ブース。げえ。バンバン入れたけ、うん、180と。いいね。作ったでしょ。本当だ。作ったったって。コンテナに縛りつけてるだけじゃん。本当だ。熱源ね、それがね。あ、これ一軒もんの箱作って、うん、バンバン温めたんですよ。うん、でこれ2個入れとるだけで、うん、もう3月頃。げ、まあ、暖く間に80度ぐらい上がったでしょ。あ、そう。かあ、すごいね。安上がりなブースができるね。温調ブース、もう風穴が開いてる温調器だね。温調ボックスでね、この前作ったやつなんかで。いや、これ今日新たに作ったの。あ、そうなん。だって見て、え、あの温調ボックスね。ああ、いや、金ないと思って組みはあるんやけどさ。うん、わかるよ。自作のドライヤーで、熱伝導の温度計はあるん？あるよ。じゃあ温度も測れるんだ。測れます。すごい。温調ボックス生半可じゃないだろ。高い機械買うばっかりがノーじゃねえだろ。笑っちゃうよね。
股間を溶けないように、うん、すげえよ。ああそう、うん、ジェットヒーターじゃねえ、効くね。ジェットヒーターはちょっと加熱しすぎやね。あ、社長が持っとったあのこたつ、はい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 、こたつの方がマイルドだよね。あそこあるじゃないですか。あ、本当だ、社長のこたつ。本当だ、家に肉確保してますから。本当だ。あらー、このね、中に肉入れるんですよ。うん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 、で本当だ本当だ。高さはそのあと乾かすシナモンの高さに合わせて、うん、あちょっとつける。あ、それ熱源なんだ。うん、からいいね。作ったでしょ。本当だ、作ったったってコンテナコンテナに縛り付けてるだけじゃん。本当だ、熱源ね、それがね。あ、これ一軒門の箱作って、うん、バンパー温めたんですよ、うん、でこれ2個入れとるだけで、うん、もうが3月頃げ、まあ、暖く間に80度ぐらい上がったでしょ。あそうか、すごいね、安上がりなブースができるね、うん、温調ブースげ、バンパー入れたけ、うん、180度いいね。作ったでしょ。本当だ、作ったったってコンテナに縛り付けてるだけじゃん。本当だ、熱源ね、それがね。あ、これ一軒門の箱作って、うん、バンパー温めたんですよ、うん、でこれ2個入れとるだけで、うん、もうが3月頃げ、まあ、暖く間に80度ぐらい上がったでしょ。あそうか、すごいね、安上がりなブースができるね、うん、温調ブース、もう風穴が開いてる温調器だね、うん、温調ボックスでね、そうこの前作ったやつなんかで、いやこれ今日新たに作ったの。あ、そうなん、だって見て、え、あの温調ボックスね、うん、いや金ないと思ってきて組あるんやけどさ、うん、わかるよ、自作のドライヤーで、熱伝導の温度計はあるん？あるよ。へえー、じゃあ温度も測れるんだ。測れます。へえー、すごい、温調ボックス生半可じゃないだろ、高い機械買うばっかりがノーじゃねえだろ。笑っちゃうよね。股間を溶けないように、うん、すげえよ。あ、そう、うん、ジェットヒーターじゃねえ、効くね。ジェットヒーターはちょっと加熱しすぎやね。ああ。社長が持っとったあのこたつ。はい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 。こたつの方がマイルドだよね。あそこあるじゃないですか。あ、本当だ。社長のこたつ。本当だ。家に肉確保してますから。本当だ。あらー。これね、中に肉入れるんですよ。うん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 。で本当だ本当だ。高さはその。乾かすシナモンの高さに合わせて、うん、あちょっとつける。あ、それ熱源なんだ、うん、からいいね。作ったでしょ。本当だ、作ったったってコンテナに縛り付けてるだけじゃん。本当だ、熱源ね、それがね。あ、これ一軒門の箱作って、うん、バンパー温めたんですよ、うん、でこれ2個入れとるだけで、うん、もうが3月頃げ、まあ、暖く間に80度ぐらい上がったでしょ。あそうか、すごいね、安上がりなブースができるね、うん、温調ブース、げ、バンパー入れたけ、うん、180度